それでは私と一緒に元気にトレーニングをしていきましょう。今日は骨盤周り、腰周りの筋肉をしっかり動かしていきます。腰の動きをしっかりすることでお腹の筋肉はもちろん内臓をしっかり動かすのに効果的です。椅子に浅く腰掛けていただきます。お尻がしっかり乗る椅子が理想的です。お家に椅子がない場合は床でやっていただいても大丈夫です。手を腰に当てていただいて背中をしっかり伸ばします。この位置からおへそを覗き込むように背中を丸めていきます。そこからおへそを前に押し出すようにしっかり前に反っていきます。そこからまた丸めていきます。 NG な動きとしては体が横に傾いたり背中が後ろに倒れすぎてしまうことがないようにしっかり動かしてください。では10回いきます。ゆっくり大きく息を吸って吐きながら丸めていきます。大きく息を吸ってなるべく肩も後ろに持っていきます。背中を丸めながら腰を後ろに引いていきます。大きく息を吸ってゆっくり戻していきます。膝はなるべく動かないのが理想です。押し上げて丸める。5回目、大きく息を吸ってなるべく背中、肩甲骨、背中を寄せていきます。息を吐きながら戻してくる。大きく息を吸って引き上げてくる。ゆっくり下ろしていきます。あと4回です。大きく息を吸って丸めてくる。なるべく背中をぐーっと反る。ただ反りすぎないように意識をしてください。戻してくる。ラスト2回です。大きく息を吸って頭が引っ張られていくようにゆっくり下ろして、ラスト1回ぐーっと押し上げてゆっくり下ろしていきます。で戻ります。このトレーニングを1日10回1セットを目安にやっていただくと効果的です。神奈川県立歴史博物館の浮世絵担当の桑山と申します。当館は神奈川県の戦史から現代に至るまでの歴史をご紹介しております。本日ご紹介するのは五雲亭貞秀という浮世絵師が描いた160年前、1860年に出版されたこちらの作品です。横浜の街を上空から見下ろしたかのように描いています。上のあたりが鳩場、右の方にあるピンク色がかったところが今の横浜公園、右下に吉田橋が見えます。皆様も観覧車に乗って街を見下ろすときワクワクすることと思います。当時の人々は新しくできた横浜の街に興味津々でしたが、そういった当時の人々もこの絵を見てワクワクしたことと思います。現在ではビルが立ち並ぶ大都会の横浜の街ですが、誕生した頃の様子がわかる貴重な作品です。